これ水芭蕉ですね。水芭蕉はね、こういうこう湿地帯だとか小川のそばとかね、そういうところに出てきます。うん、かわいいね。今日はね、先日取った雨どころ、それから小豆縄ですね、その違いをね、解説したいなと思って来ました。今日はね、こういうところ歩いております。今日もね、残念ですが雨になりました。いや、ついてないね。これわかりますかね。これね、雨どころですね。これわかりますかね。これが小豆菜です。このユリ科の植物っていうのはほんとそっくりでね、似てるのが何種類もあって、今日はね、雨どころと小豆菜の違いを説明したいと思います。よーし、じゃあ雨どころ一本もらうよ。まずね、調べるのは、ごめんね、ちょっとね、掘るよ。うん、ちょっとこれ切れちゃったけど、雨どころは根がこういうふうに横の方にね、走ってますね、 L 字にね。よーし、いただくよ。これもちょっとね、取るよ。よし、これ小豆菜ですね。小豆菜もこういう風にね、根が横の方に走ってます。でね、何が違うかって言われたらね、わかりますかね。両方とも根が横に走ってるんですけども、こちら雨どころ、こっち小豆菜。雨どころはね、見えるかな、茎にね、量があるっていうのかな、ちょっとこうカクカクしてるんですよ、茎がね。これが雨どころです。そしてね、小豆菜、これです。小豆菜はね、茎が丸いです。でよーく見ると、白いね、産毛が生えてるんですよ。これが小豆菜です。花咲いてるとね、もっと見分けやすいんですけど、これまだ花ないけどね。よーし、あったよ。これ小豆菜ですね。小豆菜はね、こういう花咲くんですよね。花ついてくるとね、放着草だとか、それから雨どころだとかとね、間違う必要はないんですけどね、花ないとやっぱりこの柄の部分と葉っぱだけで判断するってなるとね、ちょっと難しいとこありますよね。慣れなんですけどね、ずっと見てると分かるようになりますね。こっちにもあるよ。で、僕同じものばっかり取ってるじゃないですか。なんで同じものばっかり取るかっていうと、美味しいからです。いろんな予想もね、一度は食べてみます。食べてね、自分の口に合わないものはそれ以上取る必要ないかなと思ってね、なんかスルーしちゃってますね。食べれるもの何でも取って食べたらいいよっていうんじゃなくて、自分の口に合ったものは美味しくいただきたいし、まあ合わないものはね、無理に取る必要もないんで、僕はそんな感じでしょうかね。この辺すごいよ、梅茎草っていうね、毒草だらけですね。すごいね。もうね、野草って本当に雨が降るとね、すぐ伸びちゃうんですよ。なので野草を探す時にはね、ちょっとタイミングずれるとね、
もう大きくなっちゃって食べ頃逃しちゃうってことがあるんでね、もう1週間違ったらね全然景色変わりますからね。よいしょ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 、これ山桜ねえ、お見えますかね。うんねえ、今日はねこういうところ登ってます。ね、こんな感じです。これ雨どころ、今ね根から掘ったんですけど、雨どころってこういうふうに根が L 字にぐーっと曲がってるでしょ。これ根茎って言うんですけど、まあ、これがね美味しいって言って食べられる方もねいらっしゃるんですよね。でこれが柄の部分ですね。花はこういうふうにね何ちゅうだろう、金みたいなね花が咲くんですよ、こういうふうにね。これ雨どころ、これね小豆菜です。で小豆菜も根はこういうふうにL 字にね張って同じような感じなんだけど、花がね違うんですよ。こうね、これ小豆菜は別名雪笹って言いますね。でね茎柄の部分も小豆菜は白いでしょ。そして雨どころはちょっと赤いんですね。で茎の部分ここですね、小豆菜はねちょっとこう、こうやって見やるとわかるかな、ちょっとこう角があるっていうかね、これで僕は見分けております。今日はねこのぐらい取れました。いやー大量に取れたね。バッチリ当たりましたね。はーい、今日はねこんな感じです。ありがとうございました。